ライブハウスで熱唱するのは三重県四日市市の森智博市長。市のふるさと納税の返礼品であるライブハウスでの歌唱体験を自ら披露し PR しました。四日市市では昨年度ふるさと納税の収支が8億円の赤字となっていて、今年度は民間から戦略プロデューサーを起用したほか、返礼品をおよそ170品目増やすなど対策に力を入れています。市によりますと、今年度の寄付額はおととい時点で1億4280万円と、前の年の同じ時期に比べておよそ3倍に達したということです。市は寄付額の増加ペースを維持し、将来的に赤字を解消したいとしています。